ユータ、ヒューガ、はい、バレー部女子絶対に毛生えてないヤマト、カワガトです。ツルのおまんこ大丈夫。オープニング一発目でさ、誰も用意してないよ、イヤホンとか。みんなびっくりしてる今。 Google の人もさ、チェックするときにオープニングは大丈夫だろうと思って、さすがにちょっと飛ばせよ。したら最初でツツツツツルもんこ。今日は何？今日は後輩。僕たちコムドットにはサポートメンバーっていうのがいまして、うん、まあ、これマネージャーのポン君、後輩のゴータ、うん、ゴータっていうのがもともと僕の高校の水球部の時の後輩だったんですけど、うん、ザ後輩ですよ。マジやばい。うるさい、インターホン開けるとき。お疲れさまです。まあ一回あっちゃん辛抱しに行こう。うるせえのめちゃくちゃ。ちょっといじれば違うす、ほんとに。もうやめてください、ほんとに。もう危ないんだから。もうめっちゃ似てるでしょ。でやっぱ明るい後輩でしょ。そんな明るいうちの後輩ゴータに関する企画になっております。おお、ちょっと私事で申し訳ないんだけど、やっぱこのヒゲ生やしてるじゃない、視聴者の方から結構アンチ食らってた。あ、まあ、けどしょうがない、それはね、最初は誰もが食らうよ。あ、ほんと？俺も食らったもん。俺なんてまだ食らうし。俺だって怖くてインスタでアンケート取れないんだから。食らったことはありません。じゃあ見てねえだけ。興味持たれてる。なんで？じゃあお前が YouTube のコメントもインスタの DM もインスタのメンションもインスタのハッシュタグの投稿も見ないから一個も届かないの、ユーマリア。だからもう誰も叩きたくもないんじゃない。何にも通じないから。神の領域へ来たー。勝手に行かないよ。みんなちゃんとしてんだから。とりあえず神の領域行くなよ。地に足つけろ。出た。うるせえ。あっちゃんってさ、日本語さ弱すぎて昨日驚いた話なんだけど、うん、俺まあサウナ入らせてもらってて、で出たらあっちゃんがそろそろですね。あっちゃんは多分そろそろお開きですって言いたかったと思うんだけど。じゃあなんだっけ、違うな。あ、あ、違う、なんて言ったの。そろそろおじゃんです。おじゃんやばいね。そう、あ、そうそう、おじゃんですって言われて、こいつ何言ってんだろうってめっちゃ考えたの。こう、そろそろヤマト君、おじゃんです。お前使い物になんねえって言ってるでしょ。なんかやらかしたかなと思って。とりあえず後輩に出てきてもらって、今回サプライズなんで、僕たちの後輩ゴータです。はじめまして。まだゴータのこと知らない人もいると思うから、うちのね、サポートメンバーのゴータです。よろしくお願いします。ゴータ、ゴータ緊張すんの？いや、さすがにしますね。ということで、まあ今日の企画ゴータに伝えてないんですけど、早速発表していきたいと思います。ということで本日の企画、後輩の誕生日プレゼント、先輩がコータルスペシャル。おー、マジっすか。コータル、コータルと、わしらコータルと、コータル爆弾。やっぱ、どうした、なんか言った、コータル爆弾って何やねん。クソガキが言ったんだよ。いや、もう映ってんやん。病気みたいな。近すぎてね。言った言いました。あ、言ったんでしょ。俺もめっちゃ言いたかったもん。なんて、だからコータル爆弾。やばい、俺が言いたかった。言いてーと思ったら聞こえてきたから気になっちゃって。なるほどね。あ、ダメだ、コータルテンボスって言ってるやつ。ねえ、やめて、もうコータル松本。お前やめろ、お前スーパーブライト一緒に歌ってんだろ、お前。それだけじゃねえわ、あの人。サザンポケモンコータル。何？待たせや。言うと全然笑ってない。長いよ、お前。コータル松本でよかったろ。土偶ポケモンドータくん。いや、お前素高かったわ、もう足に。早すぎて出だし。もうちゃんとやろう。コータルのね。そう、今日もコータります。ゴータの誕生日が5月5日だったんですけど、うん、これで22歳になったんだ。そうです、22歳です。まあ、やっぱ普段ね、本当に頑張ってくれてるわけですよ、うん、ゴータ今年大学4年生なんですけど、多分周りも就活とか終わった人はもうこっから1年遊べるみたいな、1年なんですけど、まあ早めにうちの会社に入って働いてくれてるわけなんで、誕生日ぐらいは盛大にやっちゃろうと。そうね、本当に、うん、どこの会社の先輩よりもうちの会社の先輩がイケてるよっちゅう話よ。いや、ほんとに就職した意味はね、そこにもあるから、あるあるある。やっぱ福利厚生バッチリだから、うん、今日はゴータが欲しいものを買いに行きます。で、5個。マジっすか、5個。で、例えばじゃあバッグ欲しいなと思ったらゆうたさんバッグお願いします。飯食いたいなと思ったらアムギリさん飯お願いしますとかで全然大丈夫。誰に何してもらうか選んでいいよ。え、何が欲しい？とりあえず財布が欲しいっすって。おー、財布を、そうなんですよ、10年間使ってるんですよ。中学生の時に買ってもらったおばあちゃんから、で、そろそろ買いたいなと思って、うん、財布が1個と、他にもじゃ あの行き先で考えてもらって、うん、ゴータに楽しんでもらいたいと思います。それではやっていきましょう。ということで出発進行。はい、ゴータ
ブルースリーさん来てくれてましたよね。リーです。ウォータースイッチでウィニングポストのカセットしか持ってないの。スイッチ、あ、スマブラ持ってますね。スマブラ。ね、ウォータやっぱもう分かったでしょ。この集団にいたら噛めなくなるからね。一瞬でいじめられるもんね。噛めない。けどさ、これ本当にさ、これマジキモいんだろうね。俺結構違うコミュニティで噛み指摘するとなんか雰囲気悪くなるもん。細かみたいな。なるなるなる。え、いい、良くない別に言われるもんね。分かんない。あるあるなのか分かんないけどさ、女の子にもやっちゃう。やるやる、全然やる。俺だから今のつまむらとかけど、つまむらって言ってよとかじゃないの。つまぶらか。ああ、なか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 。めちゃくちゃ常みたいな。感じでそれコムドットだけにしてくんないって言われる言われる、マジわかる。噛んだ言葉を強調して小さい声で言うみたいなね。いやダメだと思うよやっぱり。え、ゴータ緊張してない？なんかいや、ちょっとしてる。前だと見なくていいの。助手席は自由な。決まってんの大体欲しいもの。そうです、今考えてたんですよ。うん、どうしようかなって。いやいや、それもあってね、話してたからね。別のこと考えてたんかい。まあ行きで考えてってさっき言われたもんね。そうなんですよ。え、ゴータってさ、はい、どんな女の子好きや？なんかさ、俺らと違って結構なんかこの清楚なイメージがあるというか、俺でも結構薄汚れた大人になり始めてる。そうか、結構ピュアじゃない？ピュアだけど、まあゴータっていうピュアさに比べるとやっぱちょっと茶色いよ。まあそうね、家庭的な子がいいですね。水蓮花ですね、純蓮花か。間違えんね。でも間違いに言ったやん、水蓮花ですね、純蓮花ですか。一人で勝手に純蓮花だろとか言わせろや。ゴータくん、どんな食べ物を作ってくれる女の子がいい？あー、いいっすね。普通質問できないの。恥ずかしい。なんかこれ1で終わっちゃいそうだなと思いながら話してた。あるゴータ肉じゃがとかですかね、やっぱり普通に好きなんで。定食とか僕好きなんで、和食とか。あんまりエッチな女の子とかには興味ないってこと？いや、普通エッチな子が好きですよ、やっぱり。それは女の子は肉持ってないよ。いや、持ってる子もいますよ多分。家庭的でエッチな女の子ってあんまいない。いや、バーカ、お前家庭的な女全エロいわ。裸エプロンで格だな、これ。格で裸エプロン大好きやな、ゴータ。AV でしか見たことないです、そんなの。ゴータやべえよ。え、ゴータの特技知ってる？どんな女の人でも似てる AV 女優に例えるっていう。やってましたよね、ずっとそれ。水球部の時に、ヒロ先輩、あ、ヒロミがもう、ミリカミアに似てすよ。水球って言ってた。いや、マジ似てすよ。もう見てください。比較画像みたいなの見せてきて。あ、畑の湯に似てたんだね。あ、中島美優さんすか。よく寝る、食べる、する。話したことない先輩ですよ。ダメでしょ、絶対。絶対ダメだよ。似てるんすよ。ゴータなんかさ、メンバーの裏エピソードみたいなのないの？すごいいい話があるんですけど。おー、ヒューガさんがマジかっこいい話があるんですよ。なに結構終電ギリギリで電車で焦って帰ろうとすると、はい、毎回ヒューガさん、これ乗ってけなってタクシーでお金くれる。しかもちょっと多めに。いや、それはホークアンドさんと。優しいよ、これ。これいい話。うん、じゃあ俺らもな、あげてもらう。一人一個ないの？いや、いや、あるっす、あるっす。ちょっと言ってみようぜ、一人一個。まあ、しょぼいエピソードなら話されない方がマシだけどね。コンビニでおにぎりを持ってくれたとか。ちょっと、やべ、俺そういうのしかね。いや、まあ、しょぼいことはないけど。ゆうたさんはでも、シンプルにあのいつも送ってくれますね。家まで。家まで送ってくれるんですよ。結構遠いのにね。そう、結構遠いのに。でも、同じだよね。タクシー代を上げるっていうのと、うん、家まで送るっていうのは。優しさレベルで言うと、だいぶ高いところにある。でも、ヤマトなんて一番やっぱ長いし。俺なんてめちゃくちゃいっぱいあるよ。で、ヤマト先輩は、結構マジで本当人生の分岐点的なところにいつもいてくれるんですよ。ちゃんと。すごい、困った時とかにいつも話聞いてくれる。まあ、いい、そういう話だ。いや、ヤマトってね、分岐点にね、痛がるんだよね。お前悪いぞ。分岐点に鎮座してます。待ってんだよね、分岐点でヤマトは。悪いぞ、気に。いや、褒めてんじゃん、これめっちゃ。まあでも確かにそうね。なんかゴータがその部活を辞めるか辞めないかみたいなで迷ってるみたいに言ってて、俺はもう絶対辞めてんだろうなと思って話聞いてて、辞めちゃえよ。そう、ああ。ヤマトってね、これあのクソみたいに見えるけど実はいいやつで、なんか本当に忙しくて人に対して時間とか空けないんだけど、そういう分岐点の時だけはご飯とか行ってくれるようなやつなんですよ。クソみたいなんですけど。本当はいいやつなんですよ。分岐点になった途端神みたいに降りてくるから。鬼みたいにいつも冷たくても容量抑えて容量抑えてズドーン降りてきてね、すごい神々しいアドバイスして去るみたいな。ちょっと待って、容量よくはやばい。マジでめっちゃ悪いぞ今の。今のはユーマが悪いね。でもやっぱさ、ゴータってなんか謎やん今のとこ視聴者の人的に。何が一番知りたいか。
なんか大学バレてて、年もバレてて、結構素性出てる気がするけどな。あ、でもあれじゃない、あのヤリサー入ってたことぐらいじゃない。あ、バレてないの。いや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 、ボンと同じ系列の桜入ってた。何、え、ボンはヤリサーなの？あれ大ヤリサーです。え、ヤリサーの会長やから。え、なんであいつやんねえの？え、だから会長なんで。そういうことやらないから会長。まとめ上げるみたいな。じゃあゴータは会長じゃないってことは、しかも先輩が好きで入ったんだよね。そう、先輩が好きで入ったんです。ボンとかってこと？いや、ボンとかいない。新刊の時にボンさんのサークル行ったんですよ。その時にボンさんが、ゴータ来てくれて本当嬉しいよって泣きながら語ってきました、お酒を。めっちゃキモいね。あいつ全部そうやって勧誘したんじゃね。泣き落とし。え、それ何、結構泣いて熱い話してきた。熱い話を、あのボンさんと、そのボンさんの当時の話を。え、サークルってさ、やっぱさ、入ってきてくれるだけそんなにも嬉しいようなものなの？そうですね、やっぱ後輩がいるとやっぱ楽しいです。人数が多い方がやっぱサークル楽しいじゃないですか。なるほどね。すごい、俺サークルにさ入りたいんだよね。あ、無理、入れてもらえない。え、なんでなの？俺さ、ずっと言ってんじゃん。1年ぐらい言ってない？迷惑。え、なんで叶わないの？お前、あっちゃんの夢ばっか叶えて。確かに、あっちゃんの夢ってめっちゃ叶えてもらえる。え、なんだお前。ありがとうございます。いや、じゃあこれは単純に迷惑だから。え、俺が？うん、だからヒューが普通にサークルに入ってみ。迷惑でしょ。なんでだよ、迷惑じゃないだろお前。どう迷惑か説明してみろよお前。サークル部屋が嫌に臭くなる。顔濃すぎて塩顔男子が悲しくなると。いや、なんないよ。え、そんな迷惑かな俺。いや、だってヒューガみたいなやつがいたら普通に他の男子がモテなくなる。いや、そんなことないって。俺なんて全然モテないもん。いや、ユータと一緒に入りたい、正直な話。マックスはダメ。マジサークル入ってみたい。ユータと同じサークルに入りたい。思いたい。で、あーちゃん会計ね。え、サークルに入って何したいの？男女全然知らない人たちもいるぐらいのさ感じなきゃ、最初とか。その雰囲気の大勢で集まって旅行に行ってみたり飲んでみたりしたい。したことないから。そういうなんかそのいやらしいことではなくて。全然違う。そ、持って帰りたいとか全くない。そのどんちゃん騒ぎしたい。俺男子としかどんちゃん騒ぎしたことないのよ。10人ぐらいでさ、バカ飲みみたいな。それをさ、サークルっていうのは男女でやるわけ。そう、なんか見せつけたい。その俺はさ、危なかった。プライドなわけやん。見せつけたい。チンポじゃねこれ。チンポの話してるの。あいつ願望が出てきちゃってたよ今。だって見せつけるものってなんかある。見せつけたいんでしょ。酔っ払ってギンギンになったのを見せつけたいでしょ。酔っ払ったらふにゃふにゃだろ。多分インカレとかが多分ヒューが想像してる感じなんだよ。まあそうだね。なんか机の下でイチャイチャしてるやつとかいいんだ。机の下？防災訓練。全部入るわけないやん。理屈コンビ。まあ要は修学旅行あるやん、中高で。別に酒ってものはないわけやん。それに酒が入ったみたいなもんだと思ってる俺は。サークル合宿とか俺ストーリーとか見んのよ、友達の。そしたらなんかバスで3、40人のこう行くぜみたいな。でなんか夜のストーリーみたいなのが飲んでみたいな。え、何この天国って思うもん。それって昼から夕方何してんの？バーベキューです。うわ、もうもうマジで楽しいやん。その人数でバーベキュー。逆に男っぽくない男多くてヒューがイライラです。やっぱユータとかってバカ気合入った男なわけやん。うん、だから俺好きなのすごい。こう見えてね。そう、ユータってあの飲み会とかでも結構バカ気合入っちゃってるから。ユータの気合入ってない時なんて俺見ないもん。飲み会の時はね。いや、お前はいつだって人生気合入ってるよ。急にメンタルコーチ。だから俺ユータのこと好きなのよ。キモ座ってっから。二人きり今ドッキリあったでしょ。中町兄弟の時のドッキリとかもあったでしょ。あの時とかもやっぱ惚れ直したもんね。ああ、かっこよかった。気も座ってんなこいつ。マジかっこよかった。俺はそれなりに体も大きいし力も強いからグッといける。けど、うん、ユータみたいにその力も弱けりゃ体も細くて一発でのされるような見た目してるくせに前にグイグイ出れるっていうその肝の座り方。お前ガチ男で。俺お前みたいなやつ女だったら付き合いてよ。いや、どんなに振られたって告白するで。だってヤマトみたいなやつも俺大好きなんで。いっつもなんかヘラヘラしてるけど、あっちの時マジあっちっしょ、ヤマト。いや、変なチョコやん、いつも。こちょ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 喋ってさ、ダッセー男演じてるけどさ、こいつかっけんだよ、ほんとは。ダッセーこいつ。ヒゲとかも生やしてさ、汚らしいとこ演じてるけど、ほんとめっちゃ綺麗なやつだし、心も。次俺だ、ゆうまとあっちゃん、マジでいいやつ。来た。じゃあ、来てくれる。終わったよ。マジでいいやつ。うわ、苦闘点ついた。やべえ、これ俺ら、なんか少人数旅行とか呼ばれないタイプの。大勢だけど。
あいつらはマジでいいやつ。その少人数旅行で褒められるみたいな。じゃあ桜見て作ればいいんじゃない。あ、俺が桜めっちゃいいやん。え、それやばくね。俺が会長でさ。会長は俺がやる。なんでだよ。お前入ってきたらサークルじゃなくて事務所やん。お前が噛んじゃったら。一応なんていうの、会長がいろいろさ、そのやんなきゃいけないやん。そこは俺がやるで、副会長二人で。あ、俺とゆうたで。で、現場に出るのは俺とゆうたってこと。お前裏にいるってこと。俺はだからまあ基本的に宿を取って。めっちゃいいやん。基本的にそのね、あのサークルがうまく回るようなことをすると。次僕たち来る。うわすげえ。そうで俺ら3人です。なんでやねん。お前らあの入っちゃうよ、うん、あ普通に何サークル。そうで入会金が30万。マルチよ。あっちゃんとヨネガシは金持ちだから毎月40は落として。あっのげとか。まあ基本的にあっちゃんユーマのおごりだろうね。で毎月 S 級素人10人いられなかったら罰金150万。S 級素人が必要になってくる。 S 級素人が必要だよ。何個決まってんの。4個決まってます。じゃあまあ原宿着いたらまた回していきましょうか。はい、ということで、まあ昨日なんですけれども、あいにくの大雨だったということで、まあ本日ちょっとロケ撮り直していきたいと思います。はい、もう全部決まった。しっかり決まりました。もうお、だ結構今日巻きでいけますよ。今日夜撮影あるからすごい助かる。1店舗目、まず人から選んで。じゃあ最初、ゆうたさんで。おお、ゆたボーダー。じゃあゆうたってことで。何が欲しいの。ゆうたさんに、服をもう全身コーディネートしてもらおう。おお、めっちゃいい。ナトゥ、夏仕様。夏仕様で週3で着れるコーデお願いします。週3ね。ゆうたはもうダッシュで買い物してパッと戻ってくるみたいな。そうそうそう。買い物終わった時点で俺らに場所聞いてダッシュで持ってくる。うん。じゃあ行ってくるわ。お願いします。残された残された。もっと。うわー、ヒゲ生えたね。結構生えてきた。やっぱね、俺結構気にしてんのよ。俺って結構尖ってる感じや、うん、でイケイケやん、うん、でもやっぱ視聴者の人が大和くんヒゲ剃ってほしいっていうのはちょっと気にしちゃう。でヒューがどうやって乗り越えたのかな。俺完全シカトやな。俺もさ、人が悪くないからさ、ちゃんとした心で見ちゃうと考えんの。やっぱ完全にもうシャットダウンして。あ、そう、そこはね、自分として生きて。そしたらもうなんとか。俺も言われてるんですよ。煽りキャラやめてほしいです。じゃあ、お前さ、マジ超気にしてんのやめて。意外と来たね、俺も DM で。俺と多分2人のドライブめっちゃおもろかったんですよ。最高におもろかったんだ。俺からしたらエンタメだから別にマジキレてないの。え、でもこれは視聴者の人からしたらヒューガーがキレてるって思う人もいるかもしれない、うん、だから演技としてギャーギャー言うけど、うん、そう、うん、視聴者さんの意見を代弁してる。そうそうそう。だからで俺があれ何も言わなかったらお前大炎上さ。俺がボコボコにしてるから何なら俺がプチ炎上してるけど。そう、だから最近俺の一言一言が全部うざいって見えちゃってるらしい。あー、なるほどね。うざいフィルターかかっちゃってる。それ素晴らしいわ。俺らと同じフィルターになってるじゃん。確かに。これがあの地元のりの目がみんなにもこう伝わってる。今みんなにつついたわそれは。お母さんに何か言われてました。お母さんから何してるから。なんて言ったの。お母さんちょっと普通に読み上げて。読み上げて。あっちゃんちゃんとご飯食べてる。ところで最近の動画に出てくるあっちゃん変だよ。あっちゃん推し減るね。まあお母さんから見て明らかに押せない人と実の母親から最近ね、アンチ食らってんすよ、お母さんに。髪もちゃんとした方がいいって言われて。まあいつも爆発症のストーリー出てくるもんね。まあ、だから普通にお母さんから見たら社会に出た息子でしょ。社会に出た息子が全人類を煽りながら爆発した髪の毛でパンツ一丁ですね毛丸出し筋トレしてるわけ。もうそれはもうで、なんかエロいグッズ買いに行ってエロ本買って。いや、お前は社会に出てる息子だから。お母さんからしたら、俺らからしたら友達が面白いだけだけど、それはまあこういうメッセージ来てもおかしくない。そうだね。で、それを跳ねのけるぐらいお前が輝けばいいんだよ。お前はそっか。そのキャラとして。ちょっとゆうたくん待っていきますか。はい、はい、はい、ということでね、佐藤二郎くんが戻ってまいりました。二郎くん、二郎くん、二郎ちゃん、二郎ちゃん買いました。これに意識入ってると。はい、超楽しみです。で、これめっちゃいいな。ビリオネアボーイズクラブっていうところのやつ。いきまーす。一つ目、スウェットベスト。おー、ゆうたってあげるもん。あ、持ってないっすわ、こういうの。次、シャカパン。うわ、嬉しい。嬉しい。緑ラインの。これ夏っぽくていいんじゃないですか。うわ、いいっすね。最後、靴。うわ、太い。お。うわ、全然持ってないやつ。このまま嬉しいっす。これ緑ですよ。これ緑と緑でね。はい、以上で。おー、すごい。嬉しいです、マジで。おめでとうございます。嬉しい。やばい。おめでとう。
はい、次。いいですか、次。うん。2人目、ヒューガさん。おー、俺ね。おー、ヒューガさんと、ユータさんがつけてる、これ欲しいっす、僕。おー、これだ。いいよ、これめっちゃ欲しいっす。これめっちゃ欲しいっす。めっちゃいいよ。これ、俺今つけてないけど、これマジいいから。これマジいいよ。これマジいい。え、ちょ、見えない、見えない。その高さじゃ見えない。大丈夫、見えてる、見えてる。せーの。見えた見えた、それは見えた。ありがとうございます。あんたのおかげで彼女がかわいそうです。お、よかったよかったよ。頑張れ、これ、この調子。嫌がれ、嫌がれ、嫌がれ、お前嫌がってくれ、あんた。お前そこ触られてねえよ。嫌がれ。なるほどね。じゃあ行こっか。お揃いがいいの。お揃いがいいっす。かわいいやつだ。まあ、一緒に行ってきたら。うん。じゃあ待ってるよ。あ、オッケーオッケー。え、待って。え、君、え、カバン持ち。じゃあバットの時にあのこのズボン落ちてきすぎたからちょっと直したいからちょっと持っててってやってそのこう直した瞬間に始まっちゃったからそこじゃないのよ、あの渡すタイミングと受け取り方なのもうスッと行くんでしょ、スッで、はい、カバン持ちや。じゃあ行ってくる。オッケーオッケー、俺は待ってる。あ、残りましたね。ね、近えよ、おめえ。もう夏の時期なのに、お前近寄んなよ。うわ、股間が痒くなる。痒くなったらゲリアイルズ。なんでかなったったかかつに直そう。ゲリアイルズ。はい、一切企業案件ではありません。もしもし。ということでね、コデブコンビが帰ってまいりました。誰がコデブやねん。コデブてすごい早かった。ゴータ入ったと同時、もうこれがもう読んでますぐらい見たい。うん、いいっすか。うぇーい、色違いや。めっちゃいいや。俺とユータとゴータ3人お揃いだね。ほら、うぇーい、おめでとう。おめでとう。ゴータが3人目ですね。はい、ユーマさんでお願いします。おぉ、ユータ、ウダタ、俺とあっちゃん残されたからね。まあ、金持ちコンビやもん。なるほどね。何が欲しいんですか。ネックレスが欲しいです。おい、どっこい。いいね。最後にじゃんけん出てくる。どっこい。じゃあそれコンボじゃん。いや、もっこいや。まっこいやろ。どこどこ。アンブッシュ。おお、行かせていただきたい。俺が指輪つけてるとこだ。じゃあ、行ってきます。よし。かっこいいネックレス買ってきちゃうよ。行ったね。うん、2人行ったね。うん、はい、ありがとうございます。はーい、ちっちゃい。はーい、ありがとうございます。はい、俺はもう合法的フレームアウトや。うん、今のだって触られてなかったもん、みんな結局。じゃあ、呼ばれた一人は。じゃあ、呼びます。はい、呼ばれたら返事をしてください。はい、ゆうたくん休みみたいですよ。休みみたい。じゃあ、次休みだった。いけるんだ。違う人にします。ひゅうがくんで休みでおいで。なんで、なんで俺の時しつけえの、お前。じゃあ、ゆうたもおいで。じゃあ、あぶぎりも来いや。あーちゃん、どうぞ、入りて。いや、まだいっかな。いや、これやばい、コムドット入れないのにと一緒だよ。お前、僕もコムドットに加入させてくださいって後から来んだから、お前、誘ってこいよ。もうじゃあ、締め切り、はい。あ、閉店からお願いしちゃった。あー、ちょっとやられて、煽られてで、なになに。いや、だから、あいつが多分、ちょっと入ってくる。僕もこの画角に出てください。いや、来れないよ、だってこんなに断ったんだもん。プライドがだってもう許せない。スタズタですから。そう、俺プライド高いからね。あの、喋んなよ、入ってくる。出た、このプロップス地味な言い方。俺プライド高いからね。顔映ってたら死んでるぞ、お前。やりすぎだわ。ねえ、あっちゃん入ってこれんのかな。まあ今視聴者さんは俺がどこに行くか分かんない。分かってない、分かってない、声しか聞こえてないから。僕もコムドットに入れさせてください。すごかった。夢見てよって。はい、ということでそんな感じです。いや、俺こういう時に唯一自分の運動神経を恨むよね。ここ使われんか。今いくらであれですか。そこギリギリまでチキンレースやな、これ。この鳴り止んだ瞬間、山本捕まるから。まだ知る。俺ここで止まる余裕あるで。いや、まだ聞こえるもん。やばい、これ意外にまだまだいけるんだろうな。いや、
もうそろそろだったね。終わった。終わったガチで。あっちゃんってこう見えて結構顔芸タイプなんですよ。マジか、その結構顔芸が結構いっぱいできるの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。何個同じのあった？いや、まあ 2個ぐらいあったよ。これ難しいらしいね、海面20年。だけどすごい。次ゆうたの前やな。10面でもむずいんだろ。ゆうた表情柔らかいから。うん、いくよ。1、2、3、8、9。最後一緒だったかもね。え、1個かぶる？ 1 個ぐらいかぶったの。これがかぶったの。次、ヒューが。ヒューがやばいな。ヒューがいつも TikTok と同じ顔しかない。違う違う、俺マジ表情筋硬いのよ。マジで。硬い？俺マジ硬い。え、でもいけるいける。リズムみたいなのくれればできる。1、2。何で寄り取ってるよ。何で1がさ、ポッポじゃないの。わー、肩やめろ。じゃあ含めやん。顔硬いから体がないんだよ。ごめん、もう一回やらせて。いくよ。1、2。お前、肩や。顔じゃない。顔だわ。肩なんて別にやったつもりねえよ。これじゃあ2面までしかいけてないから、うん、3面まで行って肩出てきちゃったら止めるけど、うん、1、2、3。なんでだよ。肩ありきの肩込みや、お前肩が変や、もうだから表情筋が硬いから肩でカバーしてるの。まあいろんな笑いがありますけどね。ありますあります。はあ、じゃあ待っていきましょう。はい、はい、ということで小デブ大デブコンビ帰ってまいりました。はい、これ自分の買い物しようポイントだ。さて、出落ち狙いで買っちゃいました。どこで買ったの？あ、同じとこで。多分出落ちで使う金額じゃねえぜ。いくら？4万円。え、何お前。え、金持ちやったの。もちろん普通にいいと思ったんでしょ。うん、あ、めっちゃ似合うよ。ということでネックレスでしたっけ。ネックレスを買っていただきました。こちらです。わーい、ニコちゃんが書いてある。めっちゃ可愛いやん。やめるわけないでしょ。めっちゃ可愛い。おーい、なんかいいな。自分がつけてたやつと一緒に使ったらいいですね。あ、めっちゃいい。めっちゃいいやん。合わせ技で。多分みんな入りたいんじゃないこの会社。間違いないです。そんなことないよ。あ、そんなことない。そんなことないよ。間違い、間違いなくないわ。大変すぎるもんこの会社。しかも年一ある人とない人いるし。こっからの365日。耐えられないです。耐えられないな。耐えられないのか。いや、耐えられます。はい。おー、黄色。パワハラ。パワハラじゃないよ。青黄色。こうやって黙れ。パワハラ。誰が青黄色や。やめろや。テロップのとこに青って入れんの。青ひげって入れろや。しかも青ひげじゃねえし。青って入れんだ。チームカラーみたいにすんなよ。バカなお前。チームカラー赤で、ひげ青で、サングラス黄色で、お前めっちゃいいよ。その辺立っとけよ。いや、信号機ちゃうでよ。ねえ、許せなかった信号機。俺がさっきからさ、セキなんで知ってたんだよお前。じゃあ一応僕も信号って言っちゃってた。あ、そうなんですよ。信号来ちゃうでよ。気にすんな。気にすんなお前。お前おもろくないんだから。誰がおもろい。おもろい。あ、じゃあ強く叩くなよ。ダメちゃんと。後輩強く叩いちゃダメ。おもろい。はい。おもろい。裏返って聞いてみる。怖くて。おもろい。いや、そんなことは。あー、むずいお前。扱いむずいお前。西野カナさんに教わってごらん。取扱説明書って書いてない。取説ね。取扱説明書。略して取説ね。略して取説って音楽なのね。盛り上がり方だるいってお前。そっち側なんだよ。次は誰なんだ。どっちなんだ。あっちゃん。あー、ゴリラね。じゃあ行ってらっしゃい。行ってきましょうか。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。はい、ということで、あっちゃんとゴータがビトンに行きました。はい、はい。いや、なんで取れなかったの。普通に取ろうぜ。
はい。やられたシュッ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 ポイすげえ。しゃがむと思わなくて、ゆうまさっきのやつやってないからやる。何？怪人二重面相みたいな。こいつ得意よ。せーの、1、2、3、4。すごい、ね、なんか結構すごかったよ、すごい、ね、あんまり分かんなかった。ヤマト、お前やってねえな、さっきから、うん、いくよ、うん、せーの、1、2、3、4、5。マジ全部変や。うざい。お前うざい、帰れ早く。なぜどうするか。キモすぎる。キモすぎるね、マジで。なんでちょっとヒューガーの今のもらっていい？俺はマジでバリエーションエグいから、ね、あの変な顔しようとするとさ、肩入っちゃう、ね、確かに。俺がやっちゃってたね、うん、今はヤマト俺のケツを拭いてくれんの、うん、そうそう、前さ、マジだるいから、うん、受けるかっこよさっていうのを見せてもらうんです、うん、はい、じゃあ行きまーす、はい、せーの、1、2、肩や、マジの、じゃあ肩やめて。肩すごい、1個目だけ。なんで普通やん。肩、じゃあやってみ、いくよ、うん、せーの、1、2、3、4、5、6。まあこんな感じやね。おー、こんなのね、うん、いや、いける。え、何が違う、肩の入れ方もなんかこうじゃなくて、一瞬ヒューが、いや、全然。え、じゃあちょっと見せてもらっていい？いくよ、せーの、1、2、3。じゃあ笑っちゃったもん、また入るんだろうなと思って肩、チケってなっちゃったもん。でみんな肩入るのかな入らないのかなじゃなくて、どんな入り方するんだろうって見てるから。入ってきてたかな。じゃあね、ちびコンビ待っていきましょうか。はい、ということで低身長2人が帰ってまいりました。ただいまーす。残ってるー。え、なんで2個。えーす。多いわ、裏田から続いて自分のもん買ってきちゃう感じ。いや、まあ、でもとりあえずこれがゴータにはプレゼントしたやつ。え、見ていい？見てみよう。あ、箱かっこいい。箱かっこいい。まあ、でも全部買ったな。39分29秒、ゆうたくんかっこいい。45分くらいの動画よ。こちらをあっちゃんに買ってきて、おめでとう。シンプルなやつが良くて、最初はヴィトンの予定だったんだけど、いろいろあって3ドラに。そうです。あなた、あ、これは俺のじゃないんだよね。え、何？あ、いや、あんまり見せるもんじゃないけど、母の日。あー、そう、普通にそんな。はいはいはい。じゃあ中身はいい。ちょっとね、見せちゃうから。可愛いじゃん、おっちゃん。なるほど。別にさ、そんな顔しなくていいんだよ。恥ずかしいの？母ちゃん、俺変わってねえぜ。母ちゃんに言ったからかさ。母ちゃん、打ち合わせしてた。打ち合わせしてた。母ちゃん、俺変わってねえぜ。それはうまくいく想定だったんだ、二人の中で。まあ、なんか、これ完璧だって。まあ、割とうまくいったよ。じゃあ、ラスト僕です。はい。何億持ってきたの？いやいや。3億やけど。めっちゃ持ってきてるやん。ルフィ買えるやん、お前、初期の。現状金だから。いいじゃないの、買ってきてください。何か物は何ですか？財布です。おー、おい、やっぱり財布は大事ってよくヤマト言ってっからね、うん、そうだね、お金の家だから。なんかね、ゴータずっと言ってんのよ、うん、先輩財布。そうなんですよ、なんか偉い人に財布を買ってもらうと、なんかご利益がある、出世するって言われてるらしくて、だから高いの買ってもらうことによって僕の力量曲がるみたいな。あれでしょ、なんか社長に買ってもらうといいみたいな。そうそう。あ、こいつ良くない方の社長よ。あの、世の中にいっぱい社長っていると思うけど、二つに分けた時に全然良くない方の社長よ、こいつは。良くない方に分類されてる。されちゃうか。大丈夫、全然大丈夫です。あんまないけどね、社員が社長に買ってもらうって。社員と社長の距離近すぎて俺悪いの？俺悪いかな。お前どんだけ現場出てくんね、社長。ゴリゴリ出てくるよ。おっしゃ、じゃあ行ってこいよ。社長が決めた財布が欲しいっていうのがあります、実際。似合う財布とか。ああ、じゃあ在庫あればだけど財布いいのかな。え、マジっすか。いいの食ってれば買うか。うわ、まあじゃあ買いに行きます。おい、行こうか。お、よっしゃーい。おい、喧嘩よせ。おい、嫌がれ。タイミングおかしいやろ、ほっぺ触ろうとする。可愛くてさ、分かってる顔が。おかしいやろ、おっぱいさ。おかしいやろって。何個渋滞する。なんで今のこれや、お前。ガノンでもしたバレた。はい。アピールタイム。何のアピールタイム。言えんなよ、お前。おい、撮っちゃう撮っちゃう。てか、何してんの？おっさん、待ち時間。
やっぱ風俗所じゃね元じゃアイスカフェの広告やりたい。そんなおめでとうな口調激しいわ。じゃ一回で広告画面の写しに。はい。誰だよポージング指示したの。足でかお前。少佐大戦屈や。あのお前やりたいこと多い。でなんで。カフェオレの広告打ちたいとか、アオラブ入りたいだとか。アオラブ入りたい。どんくらいマジなんだよ一つに対して。全部適当。まさかの回答はまさかの回答。いや、あの青田部に関してはもちろん出れたら嬉しいし出たいよ。今回して迷惑かけてまで出たいってことない。じゃあお前は無理よ、そぐわない青田部のそのイメージ。ちょっとさ、青田部に関してお前次びっくりするよ多分。じゃあ何が出てきてて待って、これ呼ばれてるパターン。うわ、ワンチャンあったらやばいねこれ。俺こういうのあんま迷惑と思わないタイプだから。今のうちから俺二人にやめてくださいって言っとく。あ、そう、入れとかないとダメよ。急に出てきちゃうからこれ。しょ、どうすんのお前。バッてさ、109のとこ見てこうやってアイスカメラ俺がどうもしねえよこいつ。やばいと思うすっごいなるでしょ。仕事来ても蹴れよと思う。いや蹴らない。俺あとディーゼルの時計の広告塔になりたいんで。なんでだよ。やりたいんだよ。ちょっとさ、ガチポーズやってみる。あ、いや、いいよ、いいよ、マジで、マジで、おいよ。顔作ってるから。ポスターね、笑うなし。うん。ワンちゃんいけそうやな。さっきより全然いいじゃん、いい。俺もガチだから。みんな売れるよ絶対。粉みたいな。あ、なにまたその角度。お前グラビアアイドルがここ隠すためのカフェオレになって。お前そんなの電車に貼れるわけねえだろ。はい、ということで帰ってまいりました。ということで、ゴータ君のね、財布欲しいっていうことだったんで、ゴータは選んでないんですよ。じゃあ、社長セレクトだ。で、行ったお店、こちら、クロムハーツです。うわ、マジやばいよ、クロムは。サンローランで、ね、キーケース買ってもらって、で、お揃いがいいみたいに言ってたんだけど、もうちょいやっぱ、あげたい財布があったんで、買ってきました。おー、ありがとうございます。はい、なんだろう、こちらですね。うわい、もう高いわ。もう高いね。じゃあ、ゴータ君、お誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。開けていいですか。わあ、すごい。あれ聞いたのと違うぞ。ちょっとすごい。待って、これやばい。いや、これやばい。いや、なんて聞いてたの？いや、僕折りたたみ財布しか買えなかった。ちょっときつかったわみたいな。これもうどう考えても折りたたみじゃない大きさ。やばい、やばい、やばい。いやー、やばい。あれ？あれ？あれ？え？ヤマトの昔使ってたやつの新しいやつや。社長。うお、社長。うお、社長。だってこれ。クロムのウェーブです。やばい。革の匂いすごっ。マジいい匂い。このお財布、まあ僕が高校3年生の時にお父さんにもらって、そっから4年間使ったんだ。で、この間財布変えたんだけど、僕50年使います。さすがにマーケットいける。いけるね、多分いけるよ。やばい。多分使えると思う。かっこいいじゃん。やばいな。これに見合う男になります。よかったな。いっぱい働きます。いや、まあ働くのはちょうどいい感じでいいぞ。死んじゃうから。そうそうそう。まあ、ゴータ頑張ったから。頑張ってるよ、ゴータは。で、なんかコムドットに入るときに、僕お金いいですって言ってたね。やっぱ俺らがさ、1年間ぐらい稼げてなかったっていう過去があって、まあ今があるってことも知ってたから、それでなんかお金はいいですみたいな。俺はそれを聞いて、じゃあガチでお金くださいって言うまでいいよ。うん、とりあえず研修期間としてお金のこと話さずに働いてもらってたんだけど、うん、まあ来月から、まあ、ちゃんとした社員として働いてもらうということでね。まあ、はい、ありがとうございます。嬉しい。やば。研修期間まとめてタンプレでちょっと一旦ね落ち着いていただいて、まあこのお財布にいっぱいお金が貯まるように頑張ります。マジ頑張ります。はい、ということでね、今日はゴータの誕生日を盛大に祝うという企画でした。おめでとうございます。ありがとうございます。いい誕生日になりましたか。いや、もうやばいですね。過去一ですね。あー、これはいい。よかったよかった。毎年更新されればいいな。いいね。俺らのモットーとして、うん、やっぱ持ったお金をかっこよく使っていく。うんうん。ちょっとかっこよかった。マジかっこよかった。本当に。先輩やからね、俺。うん。まあ、なんかその俺らもさ、その先輩からこう良くしてもらってるのを、うん、下に受け継いでいくみたいな。
まあ、これも地元乗りですから、そう、まあ、いいなと思ったら上からもらったものを下にこう受け継いでいくみたいな、皆さんもぜひぜひということで、じゃあ改めてお誕生日おめでとう。もうオフいらないっすわ。ということでお後がよろしいようでということでね、ちなみになんですけれども5月15日僕の誕生日で、うん、おめでとう。皆さんもね、あのどしどし祝う準備等をしていただければなと思ってます。メンバーが祝ってくれない分ファンの方に祝っていただきたいです、うん、ぜひ祝ってあげてください。お願いします。インスタも来たいっすね、ここで。やっと伸びんのよ。あ、TikTok 頑張るんで、うん、あの100万人目指します。はい、 TikTok フォロワーね、皆さんフォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で、はい、バイバイ。